次はディフェンディングチャンピオンをお招きしましょう。いよいよ来るか来るか、平田オドラニアソンソンの皆さんです。はい、どうぞ。お、また衣装が違う。綺麗なの。おー、綺麗ですよね。綺麗ですね。まあ、去年はね、はい、やってくれましたよね。素晴らしかったです。本当見てても感動しましたからね、はい、で、福岡にもね、行っていただいて。そうです、はい、そうです、ね、福岡でも、あちらの方をおーと唸らせたというふうにも聞いております。ああ、ワンクラブ、ワンクラブ。そうそう、笑顔が出てまいりました。みんな、はい、やっぱり応援がね、あったらね、うん、踊り子ね、舞い上がりますから、いくらでもどんどん乗せてあげてください。はい、行きましょうかね。ではお願いしましょう、はい、平田オドラニアソンさんの皆さんです。お願いします。皆さんこんばんは、平田オドラニアソンソンです。毎年、はい、この祭りに参加させていただきありがとうございます。私たちの今年のテーマ曲は出雲の奥に歌舞伎旅というものになっております。踊り子全員が出雲の国になり、日本全国を歌舞伎を広めていくというストーリーになっており、最終的には生まれの土地に帰ってくる、全員が帰ってくるというストーリーになっておりますので、そこのところもご覧いただけたらなと思います。では平田踊らなソンソン踊らせていただきます。
ありがとうございました。綺麗でしたよ。いやいやいや。